フィクションにおける偽主人公とは、文学的技法であり、立場を偽って、主人公のように振る舞う登場人物である。構造主義な物語論において、偽主人公とは、物語の終盤において、他の登場人物あるいは大衆に対し、主人公の手柄を自分のものであると主張するなど、不当な要求によって、主人公の成果を横取りしようとする登場人物のことを指す。 このような偽主人公は、物語の結末において偽物であることが露呈し、処罰を受ける役割を担う。また、物語の冒頭において、主人公のように登場し、後にそうでないと明かされることで、観客を驚かせるための登場人物も、偽主人公と呼ばれることがある。このような登場人物は、しばしば観客の先入観に逆らうことによって、プロットをより引き立たせたり、 より記憶に残るものにしたりするために登場する。この場合の偽主人公は、当初は観客に対して主人公のように振る舞うものの、その後その役割から外され、しばしば殺されたり、物語の中で別の役割に追いやられたりする。ソビート連邦の昔話研究家、ウラジーミル・プロップは、ロシアに伝わる魔法を題材にした昔話を収集して分析するうち、 収集したすべての昔話には決まった物語の類型があり、決まった順序で起こる31種類の出来事と7種類の役割の登場人物に修練されることを発見して、そのことを1928年の著書、昔話の形態学の中で発表した。この七種類の役割の登場人物が、敵対者、贈与者、助力者、王女、派遣者、主人公、そして、 偽主人公である。プロップが発見した昔話の類型において、主人公は探求あるいは被害の解消のために派遣され、試練を受けて解決手段を贈与され、敵対者と戦ったり、あるいは何らかの成果の印を残したりする。そして帰路についた主人公を待ち受けるのが、不当な要求によって主人公の成果を横取りしようとする偽主人公との対立である。 偽主人公は、主人公と同じように出発するが、試練において否定的な回答を示し、しかし、手柄を立てたのは自分であると嘘の主張をするのである。しかし、偽主人公の要求は、主人公の発見、偽主人公の正体の露見、主人公の変身、偽主人公の処罰という順序の段取りを経てくじかれる。偽主人公を退けた。 主人公は、偽主人公の嘘を見抜いて、処罰に協力した王女と結婚したり、大いに即位したりする結末を迎える。プロップの類型は、魔法が登場するロシアの昔話を元にした類型であり、汎用性に欠ける部分もあるものの、この31種類の出来事と7種類の役割に、具体的な内容を埋めていくだけで、誰でも比較的簡単に物語のあらすじを作ることができる。 偽主人公は敵対者とひとまとめにされる場合もある。ものの、成功したファンタジー作品にはプロップが発見した類型に当てはまるものが多く見られ、実際にこの類型を意識した作劇がなされることもある。プロップの類型のうち、偽主人公が登場する部分だけが物語に組み込まれる場合もある。例えば、スーパーヒーローものでは、 偽ヒーローが登場するエピソードが定番となっており、しばしば主人公と同じ姿や同じ能力を与えられたスーパーヴィランが主人公になりすまして悪行を行ったり、主人公に戦いを挑んだりして、能力の模倣だけでは再現できない主人公との資質の差を浮き彫りにするエピソードが描かれたりする。民話、昔話漫画テレビドラマ特撮映画では、 いくつかのテクニックに基づいてある登場人物を主人公のように見せることができる。観客は一般的に映画の中で最も有名な俳優が重要な役柄を演じていると考える。また、クローズアップもサブリミナル手法として使用することができる。一般的に映画の主人公は他の人物よりも長く頻繁なクローズアップを得るが、これは映画の中で視聴者に すぐに明らかになることはほとんどない。また、偽主人公が映画の語り手として機能することもあり、観客はそのキャラクターが物語を語るために生き残っていると仮定するように促すことができる。映画で使われているのと同じ手法の多くはテレビにも適用できるが、連続ドラマの形式によりさらに可能性が広がる。偽主人公が退場しないまま一つ以上の エピソードを終わらせることで番組はキャラクターの主人公としての地位に対する視聴者の信念を強化することができる。また、テレビ番組はしばしばシーズンの間にキャストの変更があるためシリーズによっては意図しない偽の主人公を持つことがある。メインキャラクターとしてシリーズを開始した後、ショーの実行の初期に完全に他のキャラクターで置き換えられることがある。 シリーズを全体として見ると、これが偽の主人公の出現につながることがある。ビデオゲームでは、偽主人公が最初は、操作可能なキャラクターとして登場し、殺されるか、後に、実は敵役であったことが明かされることがある。ビデオゲームがこの方法を採用している、主な方法の一つは、非インタラクティブな方法では取り得ないもので、偽主人公に対して、 プレイヤーに直接コントロールを与えることである。ほとんどのビデオゲームでは、プレイヤーはメインキャラクターのみを操作することができるので、操作されているキャラクターの突然の死は、プレイヤーを驚かせるのに役立つ。文学作品映画、ゲームアニメ、ありがとうございます。